皆さんこんにちは。皆さんは税を考える習慣という言葉ご存知ですか？今回は税を考える習慣について阿蘇税務署の有木さんにいろいろとお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこの税を考える習慣について教えてください。はい、国税庁と全国の国税局や税務署では毎年11月11日から11月17日までを1週間を税を考える習慣としまして、さまざまな広報活動を行っています。税を考える習慣は国民生活に深い関わりを持っている税について必要性や役割を考えていただくことで、国民の皆様の税に対する理解をより深めていただくために設けられております。ということは、私たちが税に対する理解を深めることが、一番の目的ということですが、この税を考える習慣ではテーマとかはあるんですか？はい、今年のテーマは暮らしを支える税です。国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより、国民の皆様の納税意識の向上を図ることとしております。はい、税といってもいろんな形があると思うんですが、具体的にはどのような内容なんでしょうか？暮らしを支える税というものは。はい、私たちの身の回りには、国や都道府県、市町村によって提供される公共サービスや公共施設があります。日常生活に欠かすことのできない公共サービスの提供や公共施設を維持するためにはたくさんの費用がかかりますが、その費用の元をたどると皆様から納めていただいた税金がその財源となっております。税は私たちが社会で生活していくためのいわば会費と言えます。税金の使われ方の具体的な例として、教育や福祉、警察、消防、道路の整備等がありますが、税金を財源とした公共サービスは国民の皆様の適正な申告と納税によって支えられております。このように皆様から納めていただいた税金は、さまざまな公共サービスや公共施設などに形を変え、皆様の周りで生きております。できるだけ多くの方に改めて暮らしの中でどのように税金が使われているかを考えていただく習慣となっております。また税を取り扱っている税務署がどのような仕事をしておるか知っていただく機会になればと考えております。こうやってですね、改めて税の使われ方について考えてみることはとても大事なことだと思うんですが、その税の必要性や大切さ、また有木さんがいらっしゃる税務署がどのような仕事をしているか、私たちどんな方法で知ることができるんでしょうか？はい、税の意義や役割、税務署の仕事を知っていただくために、国税庁のホームページに税の学習コーナーや動画で見る税の情報、税の仕事、ウェブタックス TV のコーナーというコーナーがございます。税の学習コーナーでは、授業や家庭での学習においてゲームやビデオを通じて楽しく正しく税のことについて学んでもらえるような学習ページになっております。またウェブタックス TV では、税務署のいろいろな仕事や取り組みについてドラマ仕立ての動画で再現しております。他にも国税庁ホームページでは、国税庁の取り組みを紹介したものや身近な税に関する質問にお答えしているコーナーで、医療費控除や年末調整の仕方など身近なご質問について調べることができます。はい、それではその税を考える習慣に阿蘇地域ではどういった行事が行われているんですか？はい、阿蘇地域では小・中・高の生徒さんに税に関する作文、習字、ポスターを夏休みに募集したところ、600点を超える作品の提出がありました。その優秀作品について阿蘇地域振興局や阿蘇市役所のほか各町村の役場に展示しております。また優秀作品は阿蘇市長や税務署長、各租税教育を推進している団体の会長さんから生徒さんに直接表彰状を授与しております。それではここで先日行われました阿蘇市での表彰式の様子をご覧いただきましょう。これは夏休みに税に関する習字もしくは税に関する作文を生徒さんたちに書いてもらい、少しでも税の大切さを知ってほしいということで、毎年租税教育推進協議会、納税貯蓄組合連合会という団体を中心に活動を行っています。特に作文では熊本地震や九州北部豪雨などの災害から
阿蘇市が復興している姿、支援物資等が届くのを見て税金の大切さを感じたという作文が多く、私もその光景が浮かぶような作文でした、うん、おっしゃるように阿蘇地域では、昨年の熊本地震や平成24年に起きた九州北部豪雨など多くの災害に、ね、見舞われているので、まあ、復興にもこういうふうにたくさんの税金が使われているということですよね。はい、そうですね。税金を使わなければどんな復興が行われるか、うん、ということを考えるととても恐ろしいですよね、うん、生徒さんたちもこうやって税の作品でこれだけ税について考えてくれれば、私たちもこんなに嬉しいことはないですね、はい、今回は税を考える習慣について阿蘇税務署にお邪魔して有木さんにいろいろとお話を伺いました。有木さん、今回は飯田くんね、ここに来たら会えるかなと思ってたんですが、ちょっといないみたいですね。いえ、来てます。本当ですか、飯田くん、はい、あ、よかったです。飯田くんに無事に会えました。ほら、飯田くん何か持ってますね。それ何でしょうか。では飯田くんの代わりに有木さん、説明をお願いします。はい、阿蘇税務署からのお願いです。阿蘇税務署には税務相談に多くの納税者の方がいらっしゃいます。税務署の職員は税務相談の他にも正しく税金が納められているか調査をしたり、滞納している納税者には処分を行ったりしており、出かけている場合があります。そこで税務署では事前予約制というものを取り入れておりますので、まずはじめに税務署へ電話をしていただき、担当者と相談日時を決めていただきたいと思います。税務署に相談に来られた際に担当の職員が不在の場合や書類の不足があり、せっかく来所いただいても再度来所していただくことにもなりますので、ぜひ税務署に来所される際には事前に電話連絡をお願いいたします。阿蘇税務署の電話番号はこちら 0967-22-0551 です。今回は税を考える習慣、こちらをテーマにいろいろとお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。